平塚来朝、平塚来朝、平塚来朝、本名、平塚春、1886年、明治19年2月10日から1971年、昭和46年5月24日は、日本の思想家、評論家、作家、フェミニスト、戦前と戦後にわたって活動した、女性解放運動家。戦後は主に反戦、平和運動に参加した。 日本女子大学校、現、日本女子大学家政学部卒、2005年に、同大学は、平塚来庁賞を創設した。平塚は、特に、大正から昭和にかけ、婦人参政権等、女性の権利獲得に奔走した、活動家の一人として知られる。結局、その実現は、第二次世界大戦後、連合国軍の日本における。 占領政策実施機関 GHQ 主導による日本の戦後改革を待たざるを得なかった。しかし、1911年、明治44年9月、平塚25歳の時、雑誌、政党発刊を祝い、自らが寄せた文章の表題、原始、女性は太陽であったは、女性の権利獲得運動を象徴する言葉の一つとして、長く人々の記憶に残ることとなった。なお、 指名表記は漢字で平塚雷長と書く場合もあり、さらに平塚明子雷長の表記で評論の素上に上がることもある。また、1908年、明治41年3月、平塚22歳の時、塩原で森田総平と真珠未遂事件、塩原事件を起こし、自らの名が広く知られると、本名の平塚春の名で活動するなど、時期によっても、 平塚の氏名表記は異なる。1886年、明治19年2月10日、東京府東京市高島地区土手三番町、現、東京都千代田区五番町に三人姉妹の末娘、平塚春として生まれる。生まれつき生態が弱く、声の出にくい体質だった。父、平塚忠二郎は、明治政府の高級管理、会計検査員に勤務。 後に一校の講師も務めた。母、光沢、艶の両親は、徳川後三教の一つ田安や奥石の飯島家の夫婦養子となった。関ヶ原の戦い、1600年で戦死した西軍の武将平塚ため、広氏、美のたるい1万2千国の末裔。亀広が討ち取られたとされる場所には、彼女の遺構で混流された、慰霊碑が現存する。幼少時は、 1887年、明治20年から1年半欧米を視察準優した父の影響で、イからで自由な環境で育った。しかし、1892年、明治25年に、藤見神城高等小学校、現、千代田区立藤見小学に入学して間もなく、父は、従来の欧米的な家風を一よにして捨て去り、国粋主義的な家庭教育を施すようになった。 1894年、明治27年、平塚家は、本郷区駒込明けの町、現、文京区本駒込1丁目、2丁目あたりに、引っ越し、名は、本郷区公立し行神き人小学校、現、文京区立し行小学校に転入。1898年、明治31年に、し行小学校高等科を卒業し、 父の意志で当時国水主義教育のモデル校だった東京女子高等師範学校付属高等女学校、現お茶の水女子大学付属高等学校に入学させられ苦痛の5年間を過ごす。ただし家庭部で活躍したり終身の授業をサボる海賊組を組織するなどそれなりに楽しんでいたらしい。1903年明治36年に女子を人として 婦人として国民として教育するという教育方針に憧れて日本女子大学校家政学部に女子には女学校以上の学問は必要ないという父を説得して入りしかし翌年に日露戦争が勃発すると徐々に国家主義的教育の度合いが強くなりその中にお茶の水時代と同じ思想を見出すと大学生活にひどく幻滅したこの頃から 自分の葛藤の理由を求めるために、宗教書や哲学書などの読書に没頭する。1905年、明治38年には、禅の存在を知り、日暮里にある禅の道場、両忘れいを、現在の人間禅、基礎な木道場に通り始めるようになった。禅の公安修行で検証を許され、悟りを開いた証明として、エクン禅師という道法を授かっている。1906年、 明治三十九年に日本女子大学校を卒業。両忘れオデゼ前の修行をしながら、二小学者、現在の二小学籍大学、女子英学塾、現在の津田塾大学で、漢文や英語を学び、1907年、明治四十年にはさらに整備女子英語学校に通うようになった。整備女子英語学校でテキストとして使われたゲーテの若きワイルテルの悩みで、 初めて文学に触れ、文学に目覚める。東京帝大での新任教師生田長校に指示し、生田と森田総平が主催する加害文学講座、慶州文学会に参加するようになった。生田の勧めで、諸女小説、愛の末日を書き上げ、それを読んだ森田が才能を高く評価する手紙を命に、送ったこときっかけで、二人は恋仲になった。1908年、 明治41年2月1日に初めてのデートをするが、同年3月21日に、塩原から日光に抜ける、岡白峠付近の山中で、救助されるという塩原事件あるいは、梅園事件と呼ばれる事件を起こす。新聞はあることないことを面白く書き立て、民の顔写真まで掲載した。明は一世にして、スキャンダラスな存在となり、日本女子大学校に至っては、 王風会の名簿から、民の名を抹消している。その後、1992年、平成4年に復活する、日本女子大学学園事件。民は、塩原事件を機に、性差別や男尊女卑の社会で抑圧された女性の自我の解放に興味を持つようになっていた。この頃、幾多長考の強い勧めで、日本で、最初の女性による女性のための文芸師政党の政策に入った。 資金は母からの援助で、いつか来るであろう、娘名の結婚資金を切り崩したもの。その資金をもとに正当者を立ち上げ、企画は民の同窓生や同年代の女性により、名は主にプロデュースに回った。表紙は長野町家が描き、与謝野明子が山の動くひくるの一節で有名な、そぞろごとという詩を寄せた。明らは、原始女性は、 太陽であった政党発汗に際してという相関の字を書くことになり、その原稿を書き上げた際に、初めて、来庁という筆名を用いた。政党総関号は、1911年、明治44年9月に相刊され、男女で両極端な反響を巻き起こした。女性の読者からは、手紙が殺到し、時には、平塚家に訪ねてくる読者もいたほどだったが、その一方、 男性の読者あるいは新聞は、冷たい視線で、正当者を揶揄する記事を書き、時には、平塚家けに、石が投げ込まれるほどだった。なお、同年9月、金子畜水が、日本で初めて、エレン系を紹介しており、現実教、太陽、その系に関心を持った来長が訪ねてきた、河合水名に話したところ、水名から、今森大貝さんのところでもその話が出たと言われたという。 大腸は、その後、K の思想が、私の、物の,の考え方や、生活の上にも変化をもたらした。と、51年後に、王外の回想文で書いた、王外夫妻と、政党、文芸1962年8月、政党総監の、翌1912年、明治45年5月5日、読売新聞が、新しい女の連載を開始し、第一回に、 よさのあ子のパリ行きを取り上げた。翌6日には、あ子の出発の様子を、そこへ、足早に駆けつけたのは、政党同人の平塚あ子で列車の中へ入って、丁寧に挨拶を交換している。などと報じた、総勢五百余命が見送った。翌6月の中央公論、よさのあ子特集号では、妨害によって、樋口ちあげさんが亡くなってから、女流の優れた人を押すとなると、 どうしても、この人で洗う。ジョダが、アキコさんと並べ称することができるかと思うのは、平塚アキコさんだ。とまで評された。もっとも、正当者に集まる女性が、五色の酒事件や、吉原灯籠事件などの事件を起こすと、平塚家には、投石が、相次いだ。しかし、大長はそれを、さほど絵に介せず、ビールを一番たくさん飲むだのはや、 長雷長だったと編集後期に書いて、社会を挑発するだけの余裕があった。そのうちに、新しい女というレッテルを貼られるようになった。すると、雷長は、中央公論の1913年、大正2年1月号に、私は新しい女であるという文章を掲載すると、同時に、婦人論を系統立てて勉強し始め、同年の、政党のすべての号には、付録として、 婦人問題の特集が組み込むようになった。しかし、政党の1913年2月号の付録で、福田英子が共産性が行われた暁には、恋愛も結婚も自然に自由になりましょうと書き、安寧秩序を害す者として発禁に処せられると、来庁は父の怒りを買い、家を出て独立する準備を始めることになった。政党者は、 政党の他にも1912年、大正元年末に、岡本かの子の詩集、カローキ、ネタミをカ切りに、翌1913年3月に、政党小説集などを出版している。同年5月に来庁の諸女評論集、丸窓よりも出ているが、出版直後に、家族制度を破壊し、風俗を回覧するものとして白金に処せられている。また、時期を、並行して、 1912年夏に、茅ヶ崎で5歳年下の画家志望の青年、奥村博史と出会い、政党者自体を巻き込んだ、騒動の後に事実婚、夫婦別姓を始めている。大長はその天末を、政党の編集後期上で読者に報告し、同棲を始めた、直後の1914年、大正3年2月号では、独立するについて両親にという指針を、政党史上で発表している。 独立後、奥村との家庭生活と、政党での活動の両立が困難になり始めると、1915年、大正4年に1月号から伊藤の絵に、政党の編集権を譲った。政党は、従来の文芸雑誌アルファとは別の、強いて言えば、無政府主義者の論争史として活気ついたが、その1年後には、伊藤の絵と交際を始めた、大杉久氏が、以前より大杉と交際していた。 神地下一子に刺される、日陰茶屋事件があり、休館することになった。奥村との間には二児、長男、長女を設けたが、大長は、従来の結婚制度や、イエス制度を良しとせず、平塚家から分家して、子子となり、二人の子供を、非生児として、自らの戸籍に入れている。政党の編集権上と後は、奥村の看病や、子育てなどに追われていたが、 1918年、大正7年、婦人公論3月号で、与佐野明子が女子の徹底した独立、国家に母性の保護を要求するのは依頼主義にぎないという論文を発表すると、これに噛みつき、同志5月号で母性保護の主張は、依頼主義が恋愛の自由と母性の確立があってこそ、女性の自由と独立が意味を持つという反論を発表した。すると、 山川菊江がこの論争に加わり、同志9月号で、与佐の平塚西の論争、真の母性保護は社会主義国でのみ可能という論文を発表。その後、山田我がなどが論争に加わると一躍、社会的な現象になった。母性保護論争。この論争の中、1919年、大正8年の同志1月号で、来庁は、 現代家庭婦人の悩み、家庭婦人にも労働の対価が払われて叱るべき、その権利はあるはずを発表している。同年夏には愛知県の繊維工場を視察し、その際に女性労働者の現状に衝撃を受け、その基礎に新婦人協会設立の構想を固めている。新婦人協会は1919 19年、大正8年11月24日に市川夫妻 奥メオラの協力のもと、大調により協会設立が発表され、婦人参政権運動と母性の保護を要求し、女性の政治的、社会的自由を確立させるための日本初の婦人運動団体として設立された。協会の機関し、女性同盟では再び内調が相関の辞を執筆。新婦人協会は、衆議院議員選挙法の改正。 治合警察法第5条の修正。下流病患者に対する結婚制限並みに、離婚請求の請願書を提出。特に治合警察法第5条改正運動、女性の集会、結社の権利獲得に力を入れた。しかし、1921年、大正10年に過労に加え、不在との対立もあり協会運営から退く。また、伊藤の絵、堺井まが 山川菊江などの社会主義者は、赤乱会を結成し、新婦人協会と、赤乱会、太陽大正十年七月号を皮切りに、新婦人協会及び、雷長を攻撃する。雷長が去り、夫妻も渡米した後、新婦人協会は、坂本誠と奥埋めらを中心に、積極的な道を継続し、1922年、大正十一年に、 試合警察法第5条2項の改正に成功。しかし、その後の活動は停滞し、翌1923年、大正12年末に解散。大腸は、分泌生活に入った。世界恐慌時代になると、消費組合運動等にも尽力。高村逸恵らの無政府系の雑誌、婦人戦線へ参加する。第二次世界大戦後は、 日本共産党の同伴者として活動し、婦人運動と共に反戦、平和運動を推進した。1950年、昭和26年6月、来日したアメリカのダレス特使へ全面講和を求めた日本女性の平和への要望書を連名で提出。翌年12月には、対日平和条約及び日米安全保障条約に反対して、 再軍備反対婦人委員会を結成。1953年、昭和28年4月には、日本婦人団体連合会を結成し、初代会長に就任。同年12月、国際民主婦人連盟副会長就任。1955年、昭和30年、世界平和アピール7人委員会の結成に参加、同会の委員となる。1960年、 昭和35年、連盟で、完全軍縮指示、安保条約廃棄を訴える声明発表。1962年、昭和37年には、野上良い子、岩崎千尋、岸テルコらと共に、新日本夫人の会を結成した。1970年、昭和45年6月にも、夫妻らと共に、安保廃棄のアピールを発表する。またベトナム戦争が勃発すると、 反戦運動を展開。1966年、昭和41年、ベトナム話し合いの会を結成。1970年、昭和45年7月には、ベトナム母と子保健センターを設立する。女たちは皆一人一人天才であると宣言する。孤高の行動家として、大腸は、中性婦人運動及び、反戦、平和運動に献身した。 自伝の策に取りかかるも、1970年、昭和45年に、胆脳、胆道癌を患い、東京都仙田谷の代々木病院に入院。大長は入院後も口述筆記で執筆を続けていたが、1971年、昭和46年5月24日に85歳で、逝去した。法名は名を指名。相手の女性よりも年下の恋人をズバメと呼ぶのは、 奥村が雷長と別れることを決意した、際の手紙の一節を雷長が政党上で発表し、一種の流行語になったことに由来する。1951年にアーネスト・スウィーフトが世界の最色主義者の目録を作る際に雷長に問い合わせがあり、目録に追加されたが、雷長が36、37歳の頃、頭痛と嘔吐で生きた心地もせず、 治せる医者も薬もなく困っていたところに、石塚作業の食用や二期健造の玄米食について、読み、そして会って話を聞き、食生活の誤りを悟り、以来30年近く実践してきた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。